来ました。音入れた。来ましたか皆さん、聞こえてますか。すいませんね、僕たち何も悪くないけど、うん、あ、来た、よかった、申し訳ないです、本当に、うん、復活しましたね。あれ、映像来た、よかったです。これ映像、皆さんご無沙汰しておりました。こんな俺とヤングさんで、うん、ただダベって、うん、っていう番組、映像こんな何分も止まったら、うん、もうこれだいぶいなくなったんじゃない。150、増えとるかな。え、増えてる。うわ、 あら、あの、大変お待たせしました、本当にありがとうございますね。これだから通常なら8時半から有料や言うてけど、ちょっとそれ伸ばさんと怒られるで。そりゃそうです、そりゃそうです。ちょっとこの1ヶ月で、だってやらかした話1個ずつぐらいせんと、うん、やった。じゃあの、家庭に影響のない範囲でいいじゃん。家庭も別に今 ね円満にやってますよ。いや、そうですよね、おかげさまで。そうですよね、この間ほら収録で池袋で一緒した時ね、うんうん、ね、ああそう ね一緒にお茶したもんね。なんかむつまじかったでしょ。いや、めっちゃ仲むつましいよ、ね、で俺思わず、うん、あのヤング夫婦っちでしゃべって、うん、嫁に LINE で送ったら、うん、仲ええやんって帰ってきて、うん、いや仲悪いとか俺言ってない。やめろ。仲いい、仲いいやん。うん、仲いい。嫁が言ってきた。仲いいやんって言うから、うん、仲いいよって。うん、え、何、何、何。逆やんな。いや、もうよし、わかった、うん、はい。やろう。ね、やろう、ちゃんとやろう、ちゃんとやるというか、ちゃんとだらけよ。うん、ね。これ何やったっけ、なんか読まなあかんね。はい。とにかく、うん、何をするか今日もノープランです。あの、行き当たりばったりで、行き当たりばったりなんですけど、とりあえず2人でおるといつもくだらん話ばっかりしてて、これがなんか3連チャンとかするときあるんですよ、うんうん、まあ大崎さんとヤングさんやったらもう1週間ぐらいずっと一緒ってことある、ある、ある、まあ、あるよ。でそうなると4日目5日目ぐらいから喋ることなくなるらしいんやけど、うん、なくなるね。もう2人でね、取り立てて語り合うべきことはなくなるよね。なくなりますね。でもあの、何年か前、年に3連チャン2回ってあったね、あったね。朝から晩までずっと一緒、3連、3日連続で2回ぐらいあって、その気持ちが少し上がったんで、ね、3日目ぐらいになると、喋ることないんですよ。うん、ないです、ね。もうそれまでずっと喋、あの、こう見てる人は俺がずっと喋ってるように見えるかしれないけど、この人も結構ずっと喋るから、お互い喋ることなくなる。ペース配分とか考えないからね。そう、だから疲れて声も枯れてきて、うん、で眠いし、で飛行機で最初ね、うん、一緒でこうやって息とかキャッキャッキャッキャ喋ってるのよね、うん、帰りとかになると思う。あの、 お互い起きてるのに本とか読みながら、あのだから飛行機問題に関しても疑問点がいっぱいあるからね、僕は。あなたに対しては、で何前回も言ったっけ、言ったっけ、言ってないっけ、言った、言った、その離陸の瞬間息止めるやつとかさ、着陸の瞬間もね。意味がわからん、それどういう宗教って思うんですよね。あの、ちゃんとちゃんと前回も言ったと思うけど、ちゃんと伝えてもらうな、うん、離陸の瞬間息を止めて、うん、本当の瞬間には息を吐いてんの。ああ、でしかも右足を上に足を込んでます。本当の瞬間っていつ、あの接地からこう離れる時。ああ、で、あと着陸、そのちょっと前から息止めとるってこと。で要はその時に吐いてたいから、うんうん、ガーって吸うんやけど、うん、離陸する時ってほら1分ぐらい出していくやん、うん、でだからもうこの辺かなみたいに、うわーって吸って、うん、その時は足を右上で組むか、そうそう、それもあるの、右足を前にしてこうするか、うん、これ必ずマストにしてます、着陸の時。なんでそうなった。だから前も言ったと思うんやけど、うん、なんか何かを取り入れたくないのよ、その、あ、その年瞬間には、その瞬間、あ、これあのパチンコの当たりとかの瞬間でも、うん、その当たりか外れかって最後の、うん、最後の煽りの、煽りの、うん、でボタンとか押す時とか、うん、あと、ま、黙ってみる時とか、うん、それカットインはもう全然気にせへん、うん、最後の、うん、なラオウが春日になるか、うん、あの黄色いゲロ吐くかの瞬間にやっぱり息吐いてる。春日っていうのはトゥースみたいな。いや、あれ春日じゃない、こうふーんってやつね。なるほど、まあ、そんなしょうもないことやってるんですけど。そうですか、治った、本当に治った、よかったですね。165名ですって。あら、すごい。だからさっきさ、裏偵察に行ってこようっていうコメント うん、あったんですけど、こっちが裏だかんな。そうそう、塾長と間違えんなよ、塾長大きい光の方が表で、あっちが表ですからね、明らかに、うん、ね、うんと、そこのところはね、うん、取り違えてもらったら困りますから、ね、そうです、うん、春日って上限、それだからみんなこう本名、あ、今日そうか、俺たちこれ本名で言ってもね、うん、隅田岡崎ですから、ね、上限って春日って言うの。春日って言うんだよ。俺初めて知った。うっせやん、前回も言ってたよ、うん、マジで。だからあの来てたやん、沖縄から一緒に帰ってきたから、ああああ、でちょろっと出たやん、うん、で春日春日ってコメントが来て、あれあの人春日さんだよ、ね、あ、そうなんだ。いや、まさかなんとか春日じゃないよね、うん、
なんとか春日じゃないと思いますよ。名字だと思うんですが。あ、すげえ。フルネーム知ってる。うわぁ、だだ漏れとるな、個人情報。岡崎さんと何も関係ない。何にも関係ないです。トラッド岡崎。何にも、元昇級者のね、岡崎産業さんと僕は、例えば、大昔の先祖で繋がってる可能性はゼロじゃないかもしれないけど、何十代前遡る。そう、俺の知る限り全く関係がございません。なるほど、なるほど。あちらは確か三重かなんかが本社で、で、うちの両親、特に岡崎の家って、うん、親父方のじいちゃんが、うん、熊本の山奥の村の出身の人だから、はいはいはい、多分全く関係ないと思うんですけどね。なるほど。うん。ほんとね、何をせえっていう話なんですけど。ニコ7プラスの説明って書いてあるで。これどうすんの？これいいの？飛ばして。いいの？きっかけは無限大。ああ、きっかけは無限大。ちょっと待って、前と一緒やな、なんか、ニコ7プラスの説明、きっかけは無限大や言うてるね。なんだっけ、俺、前回も聞いたね、それ。俺